殺人未遂事件の現場となったのは恵庭市のドラッグストアの駐車場です昨日午後5時過ぎ女が運転する乗用車のドア付近に40歳の女性がしがみついていたところ女が車を急発進させ女性を振り落としそのまま逃走しました事件の前に何があったのでしょうかこちらの駐車場内で車同士の接触事故が起きました 助手席にいた女性が女女ととと話すす中ででトラブルにに発展したたいいうこ席性は車の外に出て女の車のドア付近に手をかけ少なくとも数十メートル引きずられ頭を打つなどの怪我をしました数時間後、警察は車で逃げていた恵庭市の無職国谷真理子容疑者を発見し殺人未遂の疑いで逮捕しました。 逃げるために車を走らせた。殺すつもりはなかった。警察の調べに対し、国谷容疑者は殺意はなかったと容疑を否認しています。